渋谷に向かう途中の新幹線、そこにヴィランが突っ込んできやがった。俺はそいつを連れて一旦その場を離脱した。飛び出した先の街中で見たのは、同じように気色悪い姿をしたヴィランどもが暴れる姿だった。一般市民に手を伸ばすヴィラン、まずい、間に合うか。そう思った矢先、やつの全身を炎が覆った。驚き、なんでここに。ヒーローだからさ。存じ上げませんが、そこのご老人、俺に任せておけ。老いぼれ扱いとは偉くなったな、トドロキ。さて、ガチ戦闘は何年ぶりかな。レディークラッシュ。おじけついたか。おまいれ、ふっと、ぐるっと、広範囲で、アップしろ、はい、どいてもらう、反応できるか、そら、加減はせんぞ。おとなしくしといた方が身のためだぜ。だーほいよー、久々だと加減がな。さ、押す、真上に、間に合わんぞ、押す、はい、時代は熱々よ。エクセレント、道路割っちまって、久々だと加減がな。ちっ、なんだ、やるじゃないか、ご老人。ショートのやつ、ご老人は今から言うアドレスへ向かってくれ。そこにうちのショートがいるはずだ。この場はこのエンデバー一人で事足りる。この場で起きている騒ぎはトドロキに任せ、俺はトドロキの言う地点へ応援に行くことにした。